ご注意ください。We apologize for any inconvenience and thank you for your cooperation. The next station is Daiba. はいどうもめいチャンネルです。本日私はですねお台場の方にやってきておりまして、約ね半年ぶりぐらいにですねこちらのねヒルトン東京お台場さんの方にねこれからチェックイン手続き向かっていきたいと思います。16時35分ということでですねこれからねチェックイン手続き向かっていきます。行ってまいります。めちゃめちゃテンション高いです。どうしたの？はい、ということでね、今こちら5階の方に到着いたしまして、本日はですねアップグレードいただいてアンスパのねフロアなんですけど512というねリラクゼーションスイートです。初めてねこちらのホテルでアップグレードいただいたスイートですね。向かっていきたいと思います。よし、行けよ。はい、こっち。レイ君はめちゃめちゃ元気ですね。本日のお部屋はねこちらの512のリラクゼーションスイート、もうアンスパのねすぐ隣ですね。すごい。ということで入っていきましょう。はい、カードを挿して、レイ君がめちゃめちゃテンション高い。レイ君どうですか？すごい。おお、すごい。なんだここ、レイ君お風呂あるよここに。ねえ、すごい。こんな感じのお部屋となっております。ねえ、すごいね。はい、水回り。ということで、はい。レイ君、パパ、じゃあちょっと動画撮りますんで、レイ君、お部屋でちょっと遊んでて。はい。いやー、めちゃめちゃ広い。はい、玄関。本日は、エレベーターホールを出て、もうアンスパのね、手前のこちらの512リラクゼーションスイートというお部屋になっております。いやー、初めてね、ヒルトン東京台場さんでスイートにアップグレードいただきましたけど、玄関めちゃめちゃ広。そしてここも収納スペース、いやーすごい。クローゼット、そしてセキュリティボックス、セーフティボックスがこのようにありまして、スリッパとアイロン台、そしてこちら、はい、ルームウェアですね。で靴べら、はい、シューブラシがございます。いやー、まあ、スリッパはね、普通のお部屋と変わりはありません。こんな感じですね。収納スペース広い。はい、びっくりした。レイ君、めちゃめちゃ広いね。はい、そしてここがリビングですね。こんな感じのソファーがあって、ここら辺のソファーもめっちゃいい感じですね。そしてテレビ。何よりやっぱりここのお風呂ですよね。ここ裸でここまで来ないといけないのかな。ここに椅子と机。ねえ、外にも椅子と机あるね。うん、はい。あ、テレビもあるの？ちょっと手挟まないようにちょっと開けてみようか。テレビ。レイ君そこ段差あるから転ばないように。おお、こんな感じでバルコニーもあって。はい。こんな感じで夜景もねやっぱり綺麗ですね。いやー、ここはめちゃめちゃいいじゃないですか。ね、あの先がもうアンスパですね。はい。こんな感じのテラスもあるという感じですね。なんか鏡があるんだ。鏡があった？本当だね。おお、
なんだあそこは。はい。鏡じゃん。まあこんな感じでですね、収納スペースありますけど、基本的には腹ですね。ここら辺も腹。ここも腹。ここも腹。で、そっち開けて。あ、ここも腹だ。腹ですね。お、なんか5時のチャイムみたいなのが鳴ってますね。で、ここ洗面台なんだ。面白いですね。はい、ピンポン来ましたので、ちょっと受け取りたいと思います。アメニティかもしれないですね。はい、すいません。あ、ありがとうございます。2つ、はい、ありがとうございます。はい、子供のアメニティをね、いただきました。ちょっと置いておきましょう。はい。すいません。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。はい。アニバーサリーということで、こんなお菓子までいただきました。ありがとうございます。ここ入るとなんかあれなんですね。下竹みたいな感じになってるんですね。いい感じ。はい。そして続きですけど、はい。こちらが洗面台になってるんですね。こうパイプスペースがね、こう竹みたいに見えるような感じなんですけどね。普通にパイプスペースですね。洗面台。はい。真似してるの？こっちは？腹だね。真似されてます。そっと下に開くを真似されてます。まあ、リビングなんかもね、非常に、いや、めちゃめちゃおしゃれですね。これめっちゃテンション上がってます。いいね、レイ君、お部屋いい。はい。そしてこちらがね、主寝室となってまして、こういった感じのね、テーブルとツインベッドがね、2つあって、こんな感じです。で、エアコンのね、パネルがあって、電話機、お水、そしてカーテンとかのね、コントローラーですね。はい。ここら辺は、まあ基本空だと思いますけどね。はい。常備灯がございました。こんな感じですね。なんかね、ベッドパネルもオレンジで、なんかおしゃれですね。あ、ちょっと待って。で、ここにテーブルがあって、あ、これはあれなのかな。じゃーん、ドレッサーみたいな感じになってますね。すごいね、明るいね、レイ君。はい。引っ張って、ここら辺はね、空ですね。ここも？ここも空ですね。空じゃん、いっぱい。はい。で、ビデオデッキがあったり、ここ聖書がありますね。ここも空じゃん。うん。ここも空。なんかレイ君、バカにさ。バカにされてるみたいな感じしますけどね。はい。まあもう基本からですね。はい。アリくんがね、指挟まないことだけ。はい、一応開けますけど、からです。そして、ネスプレッソのポーションがめちゃめちゃ大きい、多いです。はい。そしてこんな感じでね、ドリップコーヒーなんかもありますね。ダークとミディアム。てか危ないからやめて。優しくお願いします。はい。で、こちらにグラス類があって、電気ケトル、これもね、こうやって引っ張り出せるような感じ。そしてお茶がね、結構いろんな種類ございます。で、冷蔵庫ですけど、まあ空でしょうね。はい。こういったミルクポーションだけね、あるといった感じです。はい。いや、このお部屋はめちゃめちゃテンション上がりますね。で、空気清浄機もね、あります。はい。主寝室はこんな感じです。ここもね、天高が高くて、いい感じですね。奥が水回りになりますかね。ここはちなみに、あ、マジ切れる。ちゃんとね、扉で仕切っていただくことができるようになってますね。こういった高級感があるね、ウォールを使ってるところと、フローリングに合わせた暖かいね、ウッドを使っているところとありますね。はい。で、奥、こちらがね、水回り。この照明のね、枠なんかもウッドでいい感じですね。はい。お手洗いとシャワーブース。はい。こんな感じでございますね。これはね、レインシャワーは特段ついてないので、回せば出る感じなのかな。
まあ水、水圧はね、十分じゃないかな。気持ち優しいかなっていう感じでしょうかね。何してんの？はい。で、こちら洗面台がありまして、お風呂ね、2つあるね。はい。こんな感じでですね、クラブツリー&イブリンのアメニティは変わらずあるといった感じですね。バスタオル。はい。で、こちらのお風呂がね、こんな感じでございます。いやー、すごい。これはね、テンション上がりますね。はい。本日はこんな感じのですね、はい、リラクゼーションスイートというお部屋にアップグレードいただきました。いかがでしょうか。めちゃめちゃいい感じです。はい、ということでね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度出ました。ダウンロード下りが 8.57Mbps、アップロード上りが 9.03Mbps となってまして、そうですね、確かヒルトン、東京台場さんは Wi-Fi がね、思ったより速くない。まあ、こんな感じですね。まあ、普通にね、インターネット検索したりとかする分には問題ないですけど、まあ、動画見たりとか、ライブをしたりとか、ちょっとね、不安定かもしれないですね。はい、ということですね。久しぶりにこちら、ヒルトン東京お台場さんの方にね、チェックイン手続きが完了いたしました。もうね、お部屋見ていただいてお分かりの通りですね、初めてヒルトン東京お台場さんの方でですね、ボトムのお部屋からですね、厚かましいですけれども、スイートにね、アップグレードしていただくことができました。はい。まあ、ワンベッドルームスイートとね、こちらのリラクゼーションスイートとどっちかなったらいいなと思ってたんですけど、ちょうどね、チェックイン手続きのちょっと前にね、ワンベッドルームのスイートに関しましては、まあ、埋まってしまって、まあ、リラクゼーションスイート。まあ、本来はね、こっちの方はアップグレード対象じゃないそうなんですけど、ご対応いただいて、こちらの方にアサインいただくことができました。だからむしろね、ラッキーだったのかもしれないですね。はい。そして Wi-Fi のパスワードだったりとか、アンスパのね、このチケットいただいたりと、これダイヤモンド会員で無料でね、入っていただくことができます。ただですね、11月の10日、11月11日はですね、今日11月11日なんですけども、アンスパに関しましてはね、メンテナンス中ということで入ることができません。明日のね、チェックアウト日の11月12日から朝のね、9時から営業しているという感じでございます。あとはね、レストランのちょっと時間の変更があるよとかですね、まあそういったご案内をいただいてます。あとエクスプレスチェックアウトだったりとかですね。はい。久しぶりにね、まあ、約半年ぶりぐらいにね、来まして、まあ、今回はですね、まあ、11月ということもありまして、まあ、我が家のですね、結婚記念日ということもあるので、もし可能であればということでね、一応リクエストベースでお願いさせていただいたんですけど、見事ね、アサインいただくことができました。まあ、ダメ元で行ってみてよかったなというふうに思います。まあ、これがね、オーソドックスではございませんので、そこはね、誤解のないようにという感じです。ということでね、今、もう17時半回るところでございますので、ちょっとゆっくりしてですね。まあ、妻がね、これから来ます。これからですね、合流して、これ、ただいま東京プラスを利用してます。まだ身分証のね、提示等を行ってませんので、クーポンもらえてませんから、まあ、合流のタイミングでですね、そういった手続きを行って、ラウンジの方にね、向かっていこうかなというふうに思います。ちなみにね、昨日の11月10日の木曜日はね、満室だったんですよ。今日はね、若干空きがあったという感じなんですね。まあ、ラッキーだったなと思います。ということで、ゆっくりしてラウンジ向かっていきます。はい、という感じでですね、持ってきました。スパークリングワインをいただいていきたいと思います。そしてね、このホットドッグがめちゃめちゃ面白いですよね。こんな感じ。はい、いただきます。レイ君もめちゃめちゃね、ポップコーンとチョコを食べております。レイ君、おいしい？はい、ということでね、スパークリングワインいただいていきます。ああ、めっちゃうまい。最高。今ね、ちなみに18時15分ですけど、
どうですかね、7割ぐらい、ね、埋まってる感じでね、あの満席ではないという感じですね、はい、非常にスムーズにご案内していただくことができました。じゃあね、まずこの角煮みたいなのいただいていきます。めちゃめちゃ美味しそう。とろっと、うまい。そしてポテト、うん、美味しい。そしてこれ面白くないですか、ホットドッグね、これいいね。いただきます。うん、ホットドッグうまい。いや最高。はあ、今回なんか落ち着いてるのね、ゆっくり過ごすことができていい感じですね。お子様はね、レイ君とあとね、レイ君ぐらいの年の子がね2組ぐらいいるぐらいで、でもね非常に落ち着いてていい感じですね。まだねヒルトン東京台場さんはまだねお料理取るのに手袋がね必要な感じですね。じゃあこれ食べ進めてお部屋の方に、ね、戻っていきたいと思います。はい、ごちそうさまでした。今ねお部屋の方に戻ってまいりまして、まあ、なんやかんやね今もう19時50分回るところでございます。いやお部屋ねめちゃめちゃいいですね。ということでもうレイ君もねかなりテンション高いんですけど、まあ、ちょっとねゆっくりさせていただいて、今日はね22時半からまたこちらのお部屋からですねライブをお届けさせていただく予定をしております。そちらの様子につきましてはね上の方にリンク出しておきますんで、そちらの方もぜひご覧になっていただければなというふうに思います。あ、そうそう、ラウンジの方でですねまたお声掛けいただきまして、なんとね九州の五島列島の方からね来られてる方がいらっしゃってね、いや本当になかなかねお会いできないですね、そういう方とね。よかったです。はい、なのでぜひねご当列島来られる時には連絡いただければご案内しますよなんてこともおっしゃっていただけたので、まあなんかねそういう感じのねツアーというかですね回っていくっていうのもありんじゃないかなというふうに思いますので、なんか機会があればねぜひご訪問させていただいて、その列島のねご紹介などもしていきたいなというふうに思いますけど、まあそれはまたおいおいということで、今日はねこれゆっくりさせていただいて、またね明日朝食の会場でお会いできればと思います。ということでライブね見てくださいね。おやすみなさい、また明日の朝。はい、おはようございます、ぐっすりね眠ることができました。もうレイ君もね元気なので、これからですね朝食の方ね食べに行きたいなというふうに思います。マーブル、メロンオレ、マーブル、パパはメロンオレを飲みたいなと思います。マーブルはねラウンジじゃないとないからね、朝食会場には多分ないと思うよ。ということでじゃあね行ってまいります。はい、ということでね早速席の方にご案内いただきましたので、もうねかなりいい天気でねテラス側のね席となってますので、かなり開放的でいいですね。これからねじゃあご飯の方取りに向かっていきたいと思います。はい、ということでねレイ君用のご飯のね準備が整いました。はい、美味しそう。フォーとね、あとこちらのメロンオレっていう感じですね。はい、リックもなんか楽しそうに遊んでますね。はい、リックンキノコ、リックンなぜかキノコがね好きです。はい、ということでねこんな感じでね持ってきましたよ。これね TKG がねやっぱりいい感じですよね。卵かけご飯でねいただいていきたいなと思います。あとでねカレーもいただきたいなと思います。はい、ということでねいただいていきたいと思います。いやうん、うまい。そしてねサラダ、うん、うまい。はい、そしてねフォーです。うん、パクチーが効いてる、うまい。はい、そしてね TKG いただいていきたいと思います。今日はねサクサク醤油みたいな、なんか食べるラー油みたいなやつの醤油版みたいな感じかな。いただいていきましょう。うん、あ、うまっ、うまっ、うん、あ、このサクサク醤油うまいですね。これぜひ試してみてください。うまっ。先ほどね食事を取りに行ってる時もねお声掛けいただきましたんでね、せっかくなんでお飯渡させていただきましたけど、よかったです。昨日もねライブ見ていただいたみたいでね、
会ということで、まあ、食べ進めてですね、お部屋の方に戻っていきたいと思います。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。はい、なので今ね、もう10時半でですね、あと1時間半でチェックアウトしないといけないという状況なんですけれども、まあね、こちらのあと1時間半リラクゼーションスイートを堪能して、今日はね、帰っていきたいなというふうに思います。いやー、いいお部屋でしたし、すごくね、いい天気でね、景色も良くて最高でした。はい、またね、機会があればぜひ宿泊したいなと、もう直で予約でもね、宿泊してみたいなというふうに思いました。まあ、久しぶりにね、やっぱりあのヒルトン東京台場さんをお邪魔しましたけど、やっぱり景色もいいですしね、あの非常に落ち着くいいねホテルだなというふうに思いましたので、またね訪れたいと思います。皆さんもね、まだ泊まったことない方、ぜひね試してみていただければなというふうに思います。で、先ほどね、食事の会場でもですね、あのまた視聴者様にねお声掛けいただきまして、本当にね、嬉しかったです。もうレイ君がね、生まれる前から見ていただいてるっていうことなので、まあそれこそ私がヒルトンのダイヤモンド修行をね、ステータスマッチでやってみようかなっていうぐらいのねタイミングとかでからも見ていただいてるっていう感じじゃないかなというふうに思いますんで、本当にねありがとうございました。はい、ということで、今回の動画に関しましてはね、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント、気軽に残しておいていただければ幸いです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL の方も貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報のお見逃しがないように、ぜひ、チャンネル登録とこちらのね、ベルマークの通知ボタン押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。バイバイ。